デザイン寮というグループでして、作品名はループテーブルというテーブルです。ご飯食べるときにお箸でこうドラムみたいなのをやったと思うんですけど、まああいうこう文化の底上げみたいな感じです。はい、作り方は単純で、このテーブルの上で鳴った音をここの真ん中にあるマイクで拾っていて、このマイクで拾った音をディレイをかけて繰り返し出してるっていう、それだけの仕組みです。没頭してやってくれてて、見てて嬉しいですね。はい。